はい、B のですね、B の第1回目なんですけど、この B のをまずちょっと何が不調なのかっていうのがまだ判明してません。なのでちょっとこの辺りを外してですね、まあキャブとかエアクリとかをまずちょっと見ようと思ってます。そこがうまくいって、普通にあの走れるようになれば、そんなに手を入れずにですね、販売したいと思ってますんで、まず不調の原因を探っていくためにカウルを外していきます。この肩のジョルノは僕過去乗ってたので買って知ったる部分はあるんですけど、久しぶりなんで、サービスマニュアルもパーツリストも持ってたんですけどね、もうどっか紛失してしまいましたね。エアクリがボロボロで、そのボロボロのなんかゴミみたいなのを吸っちゃって、ほんでまあ詰まったみたいなことはあるんちゃうかなと一般的には思ってます。まあだから弟はバイクを触らないので、ようわからんみたいなところで嫌気がさしたみたいですね、結局。でもまあ僕たちレストアラーにしてみたらね、こんないいベースないですよね。エンジンかかるし、全部パーツ揃ってるし、まあちょこちょこってたら治ります、絶対。よし、これで外れるかな。ん？外れない。ここ2本とここ外したらこれがそのまま取れると。なんでここから外したかって言ったら、ここにネジ入れとけるでしょ。これでだいぶ中見えるんですよ、多分。開けます。多分外しとかなあかんのかな、違うか、多分こういうとこですね。この蓋を外しとかないと外れない。はい、取れた。はい、来ましたよ。はい、取れました。あそこのツーストオイルのとこがもうギットギトのギットベタベタっすね。ちょっとあの辺怪しいっすね。このカウルも外さんことにはちょっと作業しにくいですね。やっぱりこれさえ外せばまあ作業だいぶできそうなんで、これやっぱ外しましょう。ここです。ここね、結構バキバキに割れてる車両あるんですけど、割とこれはね、あの素人がやってない分綺麗ですね、綺麗。結構綺麗です。工具あるからもうサクサク取れますね。思ってる以上に簡単に外れていきます。キャブとエアクリーを見たいんですよ。半分だけ外したいな。はいはい、来た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 。はい、はい、なんだかんだ多いですね、ついてるものが。はいはい、行けましたね。で、こいつはどこから外したろうかな。ここいいこと思いつきました。ここ2つ取って、これごと取ったらいいんですよね。ほんならこれもフリーでしょ。あとはもうここ1個だけなんで、引っぺがしてから考え。よく見えないんだよねあれね。なんだか最後のあのリアのストップランプのところのケーブル、どうしよう、もうこれごと取ったろうかなと思って後ろ外しました。もう取ります、全部取ります。これ謎なんですよ、これだけ。ここ外れたらもう外装外れるんですけどね。この外し方だけちょっとツイッターでつぶやいてみます。
わかりました。今これ外れたんですけど、どうやってやったかって言ったら、まあこれがこうついてますわな、こうついてますわな、これがあるからカウル取れないですわな。でこれを取るにはここは回すんですよ。これ何のためにこれがついてるかって、これ回すためなんですね。回ってカチッて外れたらこれが外れるんですよ。だからもうこれこのままこのカウルが外れるっていう、ここはだから外しちゃダメなんですよ。これこのままでいいんです。危なかった、これ無理やりここ外すとこでした。危ない危ないよ、もう壊すとこや、壊すとこや。でこれでようやくこれがこうなって、はい、来たー、よっしゃー、めっちゃ嬉しい。また作業を進めようかなと。だからこれがリアのまあやつね。でこれが左右の、ウインカーですね、うん、でこれここまで外せば、見てもらったら分かるようにエアクリーナーのアクセスとか、まあそれプーリー周りとか、あとこういうキャブ系オイルポンプ系とかも見れるんで作業しやすいと思います。プラグとかもね、うん、これでまあまあここで済めば一番いいよねっていうとこなんですよ。多分ね、まだある。ここか。いや、ちゃんとしてるな。ちゃんと、うん、汚れてもないですね。ちゃんとなってますですね。エアクリボックスではないですね、確実に。うん、エアクリボックスが原因ではなかったって終わろうと思ったんですけど、ちょっと思ったのがこういうプラグですね。ここ今プラグキャップなんですけど、こういうプラグキャップが不良でとか、あとプラグの摩耗とかも見てみたい。たださっきも言ったようにバイク屋さんから買ってるバイクなんで、そんなおかしいとこって基本ないはずなんですよね。例えばオートチョークとか、そういうちょっと経年劣化してマフラーもね詰まってないと思う。ちょっとでもプラグはちょっと見てみたいと思う。ちょっとここ整備性悪かったんで、ちょっとここも折っときました。邪魔です、これがあるだけでもうちょっと邪魔なんで取っときます。ちょっと見ますね、プラグを見ます。こんな感じですね。どうなんやろう、新品と比べてみましょう。これがねもともとついてるのが、なんてやつや、もらったのが BR6HSA です、ね、もらったのがね。でもともとついてたのが、多分ですよ、BR8 かな、 BPR6HS、 なんかまあちょっと種類はちゃいますね、種類ちゃうな。でもこの先っぽの電極でいうとこの新品はこうじゃないですか、めっちゃ近いよね、新品は近い。使い込んだやつはもうだいぶこの電極との差があるね。でもどうなんや、きつね色に焼けていい感じなんかな。
そんな甘くはないとは思うんですけど、一回このプラグを交換して走ってみたいと思います。現状のエンジンのアイドリングと吹き上がりを見たいと思います。かからんのかい。アイドリングは安定してるんですよ。ライトもついてるし断線してるんですよね。ちょっとこれで軽く走りたいな。じゃあちょっとプラグを外した状態、プラグとエアクリーナー掃除したんですけど、その状態で軽く走ってみます。治ってたらいいんですけどね。その30キロで加速せんくなるっていうのは、これで治ってたらもう、全然走んねんけど。走るね。治ってるぞ。でもちょっとも走らない、減少出えへんから分かんないんですよね。でも治ってるな、今のところ。むっちゃ快調。ああ、いけるんちゃう。全然走るなぁ。うん、調子よくなってる。お、調子いいやん。ちょっと治ったかも。調子いいぞ。治った？あれ、俺直しちゃったのか。ちょっとまだ分かれへんな。はい、ということで、第1回目のちょっと、まあ、テストとしてはですね、まあ、普通に走ってたんで、ちょっとですね、